大量の雪です。足元を見ると軽くすねまで埋まっています。今回はこの約2メートルぐらい、いや3メートルかぐらい積もった雪壁の横に穴を開けて鎌倉を作りたいと思います。これは掘るのにめちゃめちゃ時間がかかりそうですね。では頑張りましょう。昨日はあれから天気がめちゃめちゃ荒れたので次の日に変更になりました。ではこれから作業を進めていきます。大体この辺に、そうだな、これぐらいかなの入り口をまず作ろうと思います。じゃあ穴を掘っていきましょう。これは鎌倉というよりも雪室雪道だな、雪の家だ。よし、ここからはタイムラプスで。掘り始めて約10分、かき出した雪はこんな感じです。だいたい10分もあれば大人がギチギチに詰めて 3,4 人は入れる大きさですね。さらに奥行きを広げて気力があれば部屋も作りたいと思います。ではちょっと休憩したらまた再開します。掘り始めて約30分、結構雪をかき出しました。奥行きはこのスコップだいたい1メートルちょっとかなが2本分ぐらいすっぽり入る感じですね。はい、奥行きはあと少し広げて、そして天井をちょっと削って、あとは右か左に曲がって部屋を作りたいと思います。頑張りましょう。さてここからは横穴を掘っていきましょう。よいしょ。雪道雪の家がだいたい7割ぐらいですかね、完成しました。部屋につながる道はスコップ1本分、そして入り口につながるメインの廊下的な通路はスコップ1本にこのシャベル1本。部屋の長さがだいたい2メートル、この入り口から奥行きまでが5メートルぐらいかな。結構できましたね。あとはちょっと部屋を広くするぐらいですかね。では続きを頑張りましょう。とりあえず部屋が完成しました。このぐらいあればコットベッドも置けるでしょう。そして下がると感じです。かき出した雪たちはこの通り、結構溶けたけどもすごい量です。では日を改めて宿泊の準備をします。あれから数日が経ちました。時間が経ったので結構内部は硬くなっていると思います。ではいろいろと搬入したいと思います。セッティングは完了しました。入り口は風受けと崩落防止のためのリング箱、そして今日の晩ご飯ファミマです。で、家で作ってきたおにぎり、そして誕生日プレゼントもらった
下北半島の日本酒とキリンで、今日の寝床です。枕付き寝袋の下には一応電熱のマットがあるんで、あと電熱のベストやズボンも入っているので寒さ対策はバッチリだと思います。では晩ご飯にしましょう。ちゃんぽんが完成しました。調理の熱で室内の温度が上がるといけないので、ほとんど外でやった結果だいぶ時間がかかりました。そして持ってきたおにぎりも温めたのでいただきたいと思います。おお、いい感じですね。ではいただきます。熱々でめちゃめちゃうまいです。冷えた体にぴったりです。ではここでキリンもいただきます。最高です。完食です。鎌倉の中は風もなく、外より結構暖かいので最後まで熱々で食べることができました。ごちそうさまでした。ではつまみの時間に移りたいと思います。11時半になりました。気温はマイナス3度。なかなか寒いので日本酒には手をつけませんでした。ビールがあとちょっと入っているので飲み切ったら寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。4時半になりました。だいたい5時間ぐらい寝ました。気温はマイナス6度。それなりに暖かく寝れたと思います。途中で寒くなったので電気毛布も追加しました。少し肌寒いぐらいでしたが、ホームセンターの格安の寝袋でもそれなりに暖かい装備を持ってくれば意外と寝れることが分かりました。では撤収したいと思います。無事撤収が完了しました。一服しようとお茶を開けたら加冷客で少し凍りました。お世話になりました。以上、鎌倉雪室雪道雪の家に泊まってみたでした。